どうも、ケントです。現在がね、10月の27日日曜日なんですけど、この時期になるとね、カリフォルニア全体がドライシーズンって言って、ものすごいね、カラッとしてね、でもまだ暑いんですよね。で、まあ毎年のようにね、もうここ数年かな、この時期になるとこう山火事がね、いろんなところで起きるっていうね、まあ、あのリスクがありまして、まあそのせいでね、まあこっちの PG&E 電力会社の PG&E っていうのがあるんですけど、まあ日本でいうね、まあ東電とか関電みたいな会社ですけど、まあその会社がね、計画停電っていうのを、実施してまして、もうまさにこの町中、まあ、こんな感じでね、停電してるわけなんですけど、この信号もついてないから、こういう時はね、信号はひとまずね、ストップするんですよね。で、ストップして、まあ順番で曲がるみたいな、そんな感じのルールになってるんですけど、ちょっと動画に映ってるかな、風がね、めちゃくちゃきついんですよね、今日。で、iPhone のね、天気予報によると、まあ、珍しくね、風マークなんですよね。だから風が吹いてるってことで、日がね、燃え移りやすいっていう、まあそういうこともあって、まあその先の言った PG&E 電力会社が、まあ計画停電に踏み入ったっていうことだと思うんですけどね。まあでも、今からね、ちょっと今、メディリンを、友達の家に迎えに行くわけなんですけど、昨日お泊まりしたからね、ちょっとここもね、北にあるから、うちから、ちょっと火事がね、ある危険地域の一つやから、ちょっとね、心配やったんやけど、まあ、なんとか火事は起こんなくてよかったですけど、あ、ちょっとね、外がね、煙臭いですね、やっぱり。若干なんかやっぱりその煙の匂いが、来てますけど、あ、で、家からね、1時間半以上上に北に行ったところに、キンケイドっていうところがあるんですけど、そこでね、火事が実際に起こってるらしくて、結構そこら辺の住民はね、いろんなところにね、避難してるっていう話で、やっぱり経済的にこう停電にしたら大変なことになるっていう、サンフランシスコとか、あとシリコンバレーのこのアップルとかグーグルとかがあるところ、ああいうところはね、停電にはなってないらしいので、今日はね、ちょっと、まあ、家も、まあ、電気ついてないことやから、ちょっとそっちに行こうかなと思ってます。で、昨日ね、ほんまいきなり停電になったからね、まあ、一応ね、その停電になるって聞いてたから、いろいろね、準備はしてたんだけど、もう冷蔵庫もね、使わないから、こう、氷とかね、買い込んで、水とかね、あとは、まあ、シャワー浴びれないっていうのは結構きついね。月曜日までこの停電続くっていう話だから、まあ、子供たちはね、学校休みになるから喜んでるけどね、結構なんかいろいろめんどくさい。あれね、キャンプのさ、ライト、あれはいいですね。真っ暗になった時にこう LED のライトで、それがあるとね、足元とか、まあ、見ながらね、歩けるから。あとはあれやね、こういう時はやっぱり予備バッテリーみたいなのあった方がいいですね。うちそんなにないから、もっと買おうとかちょっと思いました。 iPhone のね、チャージングとか、まあかろうじて、セルラーデータ、LTE とかつながるから、まあ災害状況とか見えんねんけど、Wi-Fi とかはね、つながらんけど、見たくないわ。ガソリンスタンドやってない。そのポンプをなんか作り上げるのに、ガソリンを作り上げるのに、やっぱり電気が必要なのかね。ああ、ショック。なんかライトがつかないのが不便ね。さて、夕方になりましたけど、このね、サンフランシスコダウンタウンにやってきました。信号のライトがついてる。ここはね、全然電気がついてますね。なんか場所によれば全然違うっていうかな。家族と一緒に来たからね、このフォーブエバー21。もうすぐね、ここ閉店するんですよね。業績があんまり良くないらしくて、ここね、結構ね、特別な場所なんですよね。で、前ね、ここはね、確かね、バージンレコードって言って、バージン系の音楽レコード屋さんがあって、それが、潰れて何ができるんやろうなと思ったら、フォーエバー21が、まあ結構前やけどできて、それもね、潰れるっていう、なんか結構ね呪われた、場所みたいな感じなんやけど、ちょっと行ってみます。すごいね、チートスのチートスティア、アメリカのお菓子ね、これのパーカー、すごいな、こんなん着てると見たことないけど、でもすごいね、なんかこういう派手なのが流行ってるのかな。これこういうなんかね、スナックの入ってる袋付き買ったら、で、中にね、何も入っていないらしい、ノベルティバッグオンリーって書いてるけど、
ノーフードインサイドって書かれてるのにもかかわらず誰かに飽きられてる。さすがアメリカ。なんかね、外がね、そんなに煙たくないねんな。去年とかね、同じような感じで山火事ですごくなんか煙たくなってもう息できないぐらいやったんやけど、今年はちょっとまだ傾き次第なのかな。まだ今のところはね、そんなにひどくないっていうかね、もっとサンフランシスコ以外は結構ね停電してるとこ多いから、サンフランシスコもっと人いっぱいなんかなと思ったらそうでもないね。なんか日曜日やからかな、結構人がまばら。新しくできたねラーメン屋さんちょっと行こうかなと思ったら、案の定すごい列ができてる。これ何時間待ち、これすごいよ。これ 2,3 時間待つんちゃうかな。伝ってね、結構美味しいらしいんやけど、すげー、これこんなんやって。ちょっとねラーメン屋さんがいっぱいあったから、このここロボットラーメン屋さん、これいつかね取材しようかなと思ったけど、これはどうかな。なんか日本でよくあるような感じの、なんかあるかな、こういうの。なんか結構話題になってんねんけど、最近自動販売機でラーメンができるみたいな。あっちもね同じような感じなんだけど、ロボットコーヒー屋さんね、ロボットアームで、これ暑いから気をつけてねって。アイコンセン豚骨選んで、なんかこのなんか栄養素とかも全部ここに書かれてて、いらっしゃい。モバイルペイメントクレジットカードで払おうダメじゃんこれ結局ちょっと歩いて一風堂パセティアの一風堂、安定のアジアね、ちょっとね。さて帰ってきました。で家の中真っ暗やからね、なんかボードゲームを一緒に買ってたから今からね家族でやります。なんかねキャンプに来た気分で楽しいね。で これがね大活躍、キャンプ用に買った LED ね。やっぱこれね、こういうのねあった方がいいですよ。みんな持ってないとできて、 Amazon で僕らが買ったような似たようなやつもちょっと、概要欄に載せておきます、商品リンクね。これすごいおすすめ。はい、ということで今日はねこんな感じの、ベイエリア停電大変ですっていう話でした。いやしかしねまたねこれ2日目やねんけど、ほら以前のほら台風で千葉のね、台風が直撃して何日間ももう1ヶ月ぐらいだっけ、なんか停電されてたね家とかもう、2日で結構ヒーヒー言ってるから僕らそれがもう数日間もう1週間とか2週間とか続いたらねもう大変やなっていうのをねちょっとね実感、しております。はい、ということで、今日は以上です。いいねよかとチャンネル登録お願いします。またね明日にはねこれ回復してくれたらいいんやけど、もう冷蔵庫のものねもう多分もうそろそろあかんね。アイスクリームとか全部取ったし、アイスでね一応スーパーで買ったアイスを入れてるから、冷凍品じゃないものは多分大丈夫かなと思うんですけど、まあねこれ以上続いたらちょっとどうなるか分かりませんけども、はい、それでは。